はい、竹人です。今日はついに発売になった iPhone 8のレビューをお届けしようと思います。レビューは前編後編でお届けしていきます。前編では開封と設定、後編ではベンチマークと私が持っている iPhone6s との比較、それから感想なんかをお届けしていこうと思いますので、最後まで見てくださいね。今ね、6s を使っている人がちょうど2年経ちましたんで、今回の買い替えのねメインユーザーなのかなと思うんですが、今回はね、など3機種 iPhone の方が発売になっております。 iPhone8、iPhone8 Plus、それから iPhone10 というこの3機種ですね。まず第1弾として iPhone8、それから iPhone8 Plus が2017年の9月22日に一斉に発売になります。で、やっぱり世の中ね、iPhone10 に注目が集まっているので、今回の iPhone8、8 Plus は結構人気が薄いのかなという感じが、世の中一般のね、感じとして皆さん受け取っているのかなと思います。で、私はですね、iPhone8 を購入するべく予約日に、ね、頑張って予約しまして、こんな感じで今予約が取れている状態です。で、この、今画像を皆さんにお見せしてるんですけど、これ注目すべきはですね、上の方ですね、受け取り待ちって書いてあって、チェックインの日時明日8時から8時半というふうに書いてあるのが、皆さんお分かりいただけるのかなと思います。なんとね、 Apple Store 表参道の一番朝の早い受け取りの日時の予約で iPhone8 を買うことができましたので、それではね、ちょっと今から寝て、明日の朝になったら Apple Store の表参道に受け取りに行ってこようと思います。いよいよ2乗です。4番目入場です。報道の人もいっぱいいます。すげえ人いる。何なんだろう、一体、これどこまでやんだ。お願いします。はい、ということで、お祭り騒ぎのアップルストア表参道から今帰ってまいりました。そしてゲットしましたよ、 iPhone8 64GB のスペースグレーモデル。早速開封していこうと思います。はい、それでは iPhone8 64GB のスペースグレーモデル開封していこうと思います。開け方がね、なんかここにある、なんかこれ引っ張るのかな、これをどうすんだ、こう引っ張るのか、そうすると開くのか、ここにあってますね、はい、なんか前と違ってあの袋じゃなくなったね、破りづらいビニールだったんだけど、アップルのやつ、なんか今回から変わった、あ、こういう感じになったんだ、あ、これ二度と封ができないようにビニールは変わった、これも、はい、ということで出てまいりました。こんな感じです。じゃんじゃじゃん。はい、早速開けていきましょう。 iPhone8 のスペースグレーです。ドーン、ほいっと、いつものデザインバイアップルインカリフォルニア、いつも通りですね。そうするともういきなり本体が見えているという状態でございます。これは中何入ってるのかなっていうと、ようこそ iPhone A っていう、なんかちょっと変わったな。いつもの SIM ピン、説明書と Apple のステッカーという感じです。これはいつも通りですね。そんなに大きく変わってないという感じでございます。中身もね、そんないつもと変わってないと思うんで、さっさとご紹介していっちゃおうかなと思います。で、本体はちょっと後にします。で、中はヘッドホンと、それから、USB の充電ケーブルとコンセントですね。いつも通りということなので、ここも省略します。で、これが噂の iPhone8 でございますね。はい、早速ちょっとビニールを外してみようかなと思いますよ。よいしょよいしょ、はい、外しました。隣
にね、IMO6S 私のゴールドモデルをちょっと並べて、比較とかね、見た目の感じちょっとお届けしていこうかなと思います。サイズ感でいうと iPhone6S からほとんど変わってないんですよね。 0.1mm とか 2mm、3mm、 そういうレベルでちょっと大きくなったりとかしているという感じでございまして、ほとんどサイズ感は変わらないですね。ただ、厚みがね、7よりはちょっと厚くなっているということでした。比較しても見比べてもね、ちょっと厚くなったのが分かると思う。多分動画のレベルじゃね、分からないと思うんだけど、ちょっとね、厚くなった感じもします。ほんと微妙なとこだけどね。で、見た目の感じは、まあ、こっちね、ゴールドで、こっちブラックだからっていう違いはあるんだけど、パッと見、ボタンの配列とかは何にも変わってないですね。まあ、下のところね、スピーカーがダブルになったのと、イヤホンジャックが7からなくなっちゃったんで、私の 6S はね、イヤホンジャックついてるんですけど、こんな感じです。ほとんど変更はないですね。側面のボタンとかも。ボタンに関しては変わりませんという感じです。で、液晶もまあ、パッと見正面から見ると変わらないなという感じでございます。で、裏がやっぱ今回大きく違ってますってことで、ここまでガラスになってるんですよね。今まではこうアルミだったんですけど。で、肌触りはね、ツルツルしててとっても気持ちいい。あ、ここなんかいろいろ注意書きがあったのに一切注意書きなくなっちゃったんだね。これだとね、 iPhone6S だと S って書いてあって、こういろいろ書いてあるんですよね。リサイクルダメだよとか承認マークがついてるんだけど、この iPhone8 は何にもないんだな。本当にガラスだけっていう状態です。かっこよくなったね。 iPhone って書いてあるだけですね。はい、こんな感じ。カメラがね、変わってるはずなんで、ちょっとまあ後で画像とかお届けしますけど、あのカメラのサイズがでかくなった。早速ね、ちょっと電源を上げてセットアップしていこうかと思います。それではね、早速電源入れていきましょう。電源オン。まあ変わんないんだと思うんだけどね、ほとんど。まあいつも通りのハローから始まりましたね。じゃあ早速やっていきましょう。なんか自体が、まあ、iOS11 になったから太くなったね。とりあえず SIM カード今入ってないんでね、このままあの Wi-Fi で設定しちゃおうと思います。クイックスタートなんてできたんだ。へえ。iOS11 を搭載した iPhone または iPad をお持ちの場合は、そのデバイスに近づけると自動的にサインインします。本当に？手動で設定することもできます。へえ、面白い。ちょっとやってみようか。じゃあ、iOS11 にして iPad を持ってきたんで、ちょっとやってみようか。電源入れればいいのかな？どうすればいいんだろう。手動で iPhone を設定することもできます。これでいけんの？近づけるだけってどういうことなんだろうか。あ、こんなふうに出てきた。新しい iPhone を設定で出てきた。へえ、設定を転送します。だってロック解除して続ける。ちょっと難しいな。ロック解除して続ける、ちょっとやってみようかな。ピッ。何これ、カメラで iPhone っていうのが出た。なんかうねうねしてるけど、これで設定できるのかな。面白いね、こんな機能がついたんだ。ちょっと物は試しなんでやってみます。こうやるの。あ、もう出てきちゃった。これで、へえ、こうやって設定できるんだ。すげえ。簡単になった。へえ。あ、これできちゃうんだ。すげえ。まあ、ちょっと今 SIM カードの前でやり直してくださいになっちゃいましたけど、ちょっと SIM カード移してやり直してみようかなと思います。これね、格安 SIM なんでね、まだちょっとテクログとかで、テクログって IIJ 使ってるんですけど、IIJ のところで対応って書いてないと思うんで、うまく動くかどうかちょっとわかんないけどね。とりあえず入れてみっか。タッチ ID を設定。タッチ ID 設定しましょうか、じゃあ。で、今ね、Apple ID の設定も終わりましたんで、これで一応もうほぼ完了かなという感じです。どうする？あの、格安 SIM 挿してまだ対応してるかどうかちょっと調べてないんだけど、IIJ の SIM はもうすぐ入りましたね。ちょっと 4G になってるかどうか今、無線 LAN 有効になっちゃってるからわかんないんだけど。問題なく使えそうな雰囲気だな、今のところ。これあれなんだ、強さみたいなのがこれでわかるんだね。僕は結構がっつり欲しいから3にしようかな。次へ。ようこそ iPhone へ。さあ始めよう。来た！液晶の感じを比較してみようかなと今思ったんだけど、